2016年7月クールドラマ総括その7、勝手にベスト3。はい。第3位。グラメ。グラメ。はい。うんうん、まあまあ見やすかったっていうのもありますし、うん、まあね、料理うまそうに見えるのも当然のことですし、うんうん、必ず料理を食うて納得してくれはるというオチも見えてますし、はい。で、まあ、ゴーリガイメの踊りもありますし、うん、もう見てて楽しかったなというのがもう、うん、良かったかなっていうポイントですよね。まあもともと信長のシェフも好きやったし、ね、好きですね、うん、それ似てる部分ありましたからね。そうそうそう、うん、この手のやつがね、はい、まあ時代物なのか、はい、それがまあ現代なのか、はい、そこが置き換わっただけよ、ね、そうですね、ほとんど変わらなかったですからね、うんうん、そういう意味でいけばうまくはまった、はい、うん、はい、ね、そうですね、はい、うん、それでは第2位、仰げば尊し、はあ、ね、昔からあるパターンじゃあるパターンなんですよね、うんうん、その言うてるようにスクールウォーズから、うん、やんちゃなコーラが構成してっていうことなんですけれども、うん、まあ、分かりやすいっていうのがもう僕にとってはもうそないに早く構成するかっていう部分もありましたけど、うん、入れ替わり早いなと思いましたけど、うん、でもまあまあその部分でね、うん、しっかり音楽もやって、うん、であれほんまにあの子たちが演奏してる部分なんですかね。そう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 、ね、なんかしっかり演奏もできてたんで、うん、まあまあ音楽あるドラマって見やすいですね。あ、うん、まあね、そう考えたら表参道高校が勝負っていうのも、はい、あれも好きやったし、好きでした。もうそれも見やすいし、うん、楽しめるっていうか、うんうん、でまあね、実際にブラスバンドをやってた身としてはね、はいはい、そんな簡単に急には上手くならないっていうのがね、うんうん、特にまあ楽器としてトロンボーンでしょ、はい、まあ、トランペット、はい、それからチューバもあったし、はい、ティンパニーやってたりっていうようなことでね、はい、うん、いやーいくらなんでもそんな簡単に、はい、まあそれは役者が実際に吹いてるっていうことにおいてもそうやで、うん、主要人物以外には、はい、それこそちゃんと楽器ができるそういう子たちを輩してるであるとは思うんだけど、うん、トランペットとかは何本もあればね、うん、まあ、うまく紛れるかもしれないし、うんうんうん、それから、うん、サックスに関しても、はい、あれソロで吹いてたのは、うん、もうジャズやったりしてたっていうのは当然これは吹き替えしてるとは思うんだけど、はい、合奏でやってる分に関しては、はい、当然あの子たちがやってたっていう、はい、まあなんといっても、まあ、やってたから分かんないけどティンパニーとか、はいはい、あれ実際に叩いてないと、はいね、しかも叩いたら音が出てしまうわけやから、はいはいはい、ね、シンバルなんかでもあれ外したりとか、うん、バフっていうのを音出したら、はい、もう失敗一発で分かるんで、はい、そのあたり一発勝負的なところで、まあ、うん、みんな頑張ってたっていうのがね、一つ僕気になってたのがね、うん、あの指揮者、僕いつもこう思うんですけど、うんうん、まあ、僕らも音楽に関しては素人ですから、うんうん、全く分からないんですけれども、うん、あの指揮者っていうのは、うん、変わるだけでその辺に演奏って変わるもんなんですか。変わるもんなんですね、うん、実際にテンポとかね、はい、どこでどのパートの音を強く出すとかね、はい、いうようなことはあの指揮棒の動き一つで決まるし、速さっていうのも、はい、特に、まあ、作曲者にもよるんだけど、うん、その指揮者によってもう自由にどう表現するかっていうところもあるわけよ。だからまあね、絶対このテンポ外してはいけないとかって言うんであれば、はい、メトロノームさえ置いてりゃいい。そう、そうじゃない、うん、だから本当の意味でのその指揮者のすごさ、はい、っていうことが、はい、まあちょっとでもね、はい、出てくれば、のだめカンタービレなんかはその指揮者のすごいところ、マエストロのすごさっていうことをもううまく描いてたんだけど、うん、今回はとにかく不良生徒を構成するっていう物語やから、はい、そのあたりの先生の指揮の凄さとか指揮の導くものがというとこまでいかへんっていう、はい、そうですね、素人目でそれは誰がやっても一緒なんちゃうの、うん、そういう部分はあったんですけど、ね、そこがもったいないっていうね、うん、はい、うん、では堂々の第1位、これも個人的に神の舌を持つ男、うん楽しかったと、ただ一言それだし、ね、うんうん、ダチョウ倶楽部も出てたし、ね、で毎回毎回それなりの大物ゲストが出てきながらね、そうそうね、いろんなオチがあって、うん、楽しめたかなと、うん、でも結局一緒のことじゃないですか、うん、これももうパターン化されてたわけじゃないですか、うんうん、広末涼子さんのね、芸者がね、どっかへ逃げていってしまってね、追いかけていくと、うん、でまた事件に巻き込まれて、うん、そないに事件ばっかり合うかやとは思うんですけれどもそれも含めて、うん、まあもうコントとして楽しかったかなっていうのがあったので、ね、はい、ただ堤幸彦としてはね、これがこんだけ視聴率的にこける、はい、しかもこれで次自分はどの道を行けばいいのかっていうのがかなりね、はい、悩ましいところなんじゃないかなっていう気もして、個人的には僕はこのままで大好きですけどね、うん、まあ、少なくともやっぱり、うん、深夜にマニアックとか、もしくはもうネットドラマっていう形もね、はい、今やあるから、そっちの方に行ってしまう方がね、はい、うん、で特にネットドラマで何回も何回も見る、はい、
でないと小ネタがわからないっていう面白さがやっぱり包みワールドっていうことを考えたら、うん、そっちの方に思い切ってシフトしてしまうのもいいかもしれないと、はいね、うん、でちなみに視聴率の方でいくと、はい、ベスト5、はい、第5位がそして誰もいなくなった平均 8.3、はい、第4位好きな人がいること 8.9、うんうん、で第3位が初めまして愛しています、うん、9.9、はい、言いながらも視聴率平均でも10割ってて、はい、8.3 で5位っていうのもあまりにもやっぱりこの夏ドラマ毎年毎年低い、オリンピック今年はありましたから、ね、うん、でもそれだけでは済まされないぐらいの低さ、はい、でそんな中で第2位が仰げば尊し 10.6、はい、で1位が家売る女の 11.6、うん、これも12にはいってないっていうところが、まあこれがまあ連続ドラマテレビドラマの現状をもうまさに如実に語ってるっていうこともあるんだけど、はい、ただ、まあ、10月ドラマは、ね、はい、あのドクター X が帰ってくるっていうようなこともあって、はい、いろいろ話題作目白押しっていうことなんでね、はい、まあ、何はともあれ10月クールドラマも全部まとめて楽しみにしたいと思いますね。はい、はい。